PS4. I have a PS4 Pro. Oh, PS4 Pro, PS4, PS4 Pro. ¡Hola, こんにちは! ¡Aya Hanemaya! ¡Todo el mundo de Kong es de PS4 Pro! ¡Qué toshi más! ¡Cuidado, papi! ¡Me tengo que andar! されてる動画いっぱい見れるので、そちらの方で詳しいことは聞いてください。ということでね、私はこの PS4 Pro と PS4 をちょっとね、今までのやつと比べたいと思うんですけど、一瞬だけね、厚さがね、あの PS4 これね PS4 なんですよ。PS4 Pro がね、これなんですよ。ちょっとだけ厚くなりました。あとちょっと重くなった。以上。今日はね、もう夜通しこのゆらさんに借りてるこのもう借りっぱなしのプレイステーション VR で楽しみたいと思います。バイバーイ。 I have a PS4 Pro. I have a PS4 on PS4 Pro PS4. バイバーイ。思い出したバイバイじゃないわ。あのね、思い出したよ、あのこれも買いました、ついでにね、あの懐かしのじゃじゃじゃーん、ファミコンミニね、任天堂クラシックミニですね。こうファミリーコンピューターのちっちゃいやつね、これあるでしょう。これちょっと開けてないんですよ、まだ。すっごい軽いの。なんか私のね、あの幼少期にやっぱファミコンはやってたんですけど、そのやってたねソフトたちがね、もうなんとね、こんなちっちゃくて軽い中に30タイトルも内蔵されちゃってるんだって。いやー、すごい時代になったもんだね。そりゃ PS4 Pro も出るわねえ。ということで、ちょっと開けてみたいと思います。どんぐらいちっちゃいのかね、どのぐらいだったかな、本物ってこんなんだったよね。で、結構ね、重たくて、あとすごいバグるから、あのカセットのところパカッて開けてフッてやって、あのカセットをねフッてやってガチャンガチャンってやってた記憶があります。あの PS4 Pro の方がはるかに金額高かったのに、こっちの方が尺使ってます。でちょっと開けてみましょう。こちらです。おお、ちょっとね、これやるのめちゃくちゃ楽しみなんですよ。時代になったもんだ。